龍谷大学3回生クォーターバックの石田寛太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では最初に本日の試合を振り返っての感想をお願いします。はい、本日の試合では、過去3戦のスコアレスというところから脱却して、ロングドライブを続けてタッチダウンを取るというところにこだわって今まで練習してきました。今日の試合を迎えるためにオフェンス陣としてどのような準備をしてきましたか？そうですね、今にも言ったように、過去3戦スコアがなかなかできてないっていうオフェンスを脱却するためにとにかくロングドライブ、フレッシュを取ることっていうのを意識してきたんですけど、やっぱり今日の試合でも、ドライブはいいようにできてもやっぱりレッドゾーンで取りきれないっていう課題がまだまだ残っているので、スコアはまだここから、直していくべきポイントかなって思っています。今シーズンも折り返しとなりました。残りの試合に向けての課題や目標等があれば教えてください。そうですね、目標は もちろんあと3戦あるんでそこに全勝して一部残留というのが目標なんですけど、もう本当に最初から言ってる一戦必勝というのを唱えたいので、もうここで負けたからといって、落ち込むことなく次の試合次の試合っていうプライドで、またディフェンスにももっとずっと助けられてるんで、もう今度はオフェンスがなんとか取って、どんだけディフェンスが点を取られてもオフェンスが点を取って、勝てる試合っていうのを見せていきたいです。では最後に次節に向けての目標をお願いします。はい、次は神戸大学さんとやらせてもらうんで、春はちょっと最後接戦で負けてるんですけど、しっかり今度は、僕自身も調子はちょっと上がってきてるんで、しっかりオフェンスが点を取って神戸大学さんには勝ちたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。